おはようございます、画家の小木曽です。恐竜です。今日はですね、新緑の奥入瀬ですねを描いてみました。ちょうど1年ぐらい前に実は同じような動画を上げてるんですが、その動画あんま気に食わないのでまた作り直しましたので、ぜひご覧ください、こちらの作品となっております。さまざまな技法は使っているので、皆さんもちょっと新しいことに、ぜひチャレンジしてみてください。ではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。キャンソンボード B3 というやつですね。3ミリ厚という厚い紙ですけども、鉛筆で下書きをまず 2B ぐらい柔らかい鉛筆でしていってください。消しやすいのでですね、私はあんまり消すことはないんですが、写真を載せておきます、右上にですね。で、鉛筆で軽めに下書きをしていくんですけども、今回もまたですねマスキング液を使います。皆さんね、マスキング液怖い、いやー怖いという人も、あ、始まりましたよ。ぜひね使ってみてくださいね。で、一番白いとこだけまずやっておきます。一番白いとこだけで、まあ紙のザラつきなんかを利用して、勢いよくやるとザラザラっとした感じになります。これはホルベインさんのマスキング液を使用しておりますね。で、本当にハイライト、まずハイライトの中のハイライトといった感じでしょうか。その辺をやっていっております。で、点で、葉っぱの形などに、追いながらですね、そして完全にドライヤーで乾かしていきます。まあ私の透明水彩はどちらかというとダイナミックにズバッと塗るタイプなんですが、これぐらいダイナミックにいってみても面白いですよ。あかんかったら拭き取って、でちょっと真ん中の光が差しているとこだけ今霧吹きで水をかけておきました。そうしてここの辺にも綺麗な水をなるべくかけておきまして、ここですね、向こうから光が差してますよということで、で、もう全面にも水塗ろうっていう感じになりましたね、これね。全面に水が塗られた状態です。この辺にちょっと白っぽい色をスーッと。で、よくこう、透明水彩は白を使っちゃいけないという指導もあるんですが、ちょっとグレー、ブルーとか、コンポーズブルーみたいな色とかちょっと入れてですね。まあ、入れていいんちゃうかなというのが私は、もうあんまり細かいことを言わん方がいいのかなと。これはですね、パーマネントグリーンですね。ホルベインさんの30色セットやったら66番というやつですね。に、またそれに黄色を足したりとかして、まず明るい色を置いておきます。明るい色ですね。思ってるより明るい色を置いていってるんですが、まあどうしても、塗った瞬間っていうのは暗くなりますが、また乾くと明るくなります。で、水辺もズバズバズバと暗い色を置いておいて、水面に対してですね、その方向をある程度水面の方向に、向けておいて、で、水でもびちゃびちゃに濡れてますので、もう多少混ざってもええやぐらいの気持ちでやられてみてはどうでしょうか。ご提案です。そして少しこうやって斜めにしたりすると周りの色同士が馴染みますので、ある程度なんていうかムラっぽくなく、でもまあ多少はムラがあってもいいと思うんですが、濡れます。この時下に雑巾を置いとくの忘れて、慌てて雑巾を探しに来ました。縦にしておき置いてですね、また逆にしていくと上の方に溜まっていったりしますし、横にしたりとか、こういうふうにこう紙をですね、ゆさゆさ揺さぶると水が全体に混ざり合うということが起こってきます。まあ、こういったこともぜひされてみてはいかがでしょうか。で、そしてちょっと乾かないうちに、少し水気が落ち着いたぐらいの感じの時に、少し暗い色でズバとズバズバズバと塗っておきます。で、真ん中あたりは光が差していって、水面が光っている、でも真っ白も白も置いてるんですが、ちょっとブルーグレーぐらいの色を置いておいて、そして暗いところなんかもちょっと置いておいてですね、このように描き進めていきます。そして黄色をドゥン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 と、これはですねレモンイエローというやつですね。そして水面に濃い色、こういうのはブルー、コンポーズブルーであるとか、コバルトブルーヒューなんていうのも混ぜながらとか、テールベルトなんかも混ぜたりとか、まあ、あんまり覚えていません。これは、セピアとかですね、バントシェンナなどを混ぜて、また青も混ぜてとかっていうふうに、まあ、よくこうこの
こうやって混色してあかんとかなんか書いてあったりするんですけど、やっぱ僕も1年近く動画作り続けてきましたが、うん、まあまあまあ混ぜていいんじゃないですかっていう、まあ、ただパレットがねあんまり汚くなりすぎるとやっぱ早めにか洗った方がいいと思いますよ。今白なんか入れてます、またこうやってなじませてますよとかね、少し周りの色同士をなじませるということもされてみてもいいのかなという気がします。で、真ん中あたりにズバンとこう光が差しているあたりを目指してズバ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 という感じで、色を置いていってます。こんなテールベルトとコンポズブルーあたりを混ぜたりとか、ちょっとセピアが筆に残っていたぞとか、そんな感じだと思いますね。でちょっと水の方向に合わせて、ですね、まあ穏やかな水の流れというのを表現しようかなと思いました。そして新緑ということなので、あ、そういえば川ばっか描いてますねこれね。どういうふうにじゃあ緑を表そうかなということで、今回は下地の段階という段階と、そこから2層目最後のディティールを描き込むという3段階をすごく明確に、分けたつもりです。ちょっと面白い話ぐらいせよっていう声が聞こえてきましたが、今んとこ思い浮かんでませんので、あと20分ぐらいありますので、なんか適当に途中でしようかなと思いますが、こうやってグレーブルーグレーみたいなのポンと入れてみたりですね、していってます。まあ面白いですよ。私も脳みそ自体油絵描きなんで油絵が多いですが、こうやって水彩とかもですね、今から新緑の季節がやってくるんじゃないでしょうか。九州地方は実はめっちゃ暑くて、2021年4月の24日ぐらいなんですね今日ね、前日30度を記録ということで、本日金曜日に録音しております。ライブペイントというのをやるので、皆さんから募集しましたら、何が人気あるかなと私の中で予想を立てて、多分花の油絵だろうと、皆さんさあ当たっているか否か分かりませんが、そしてちょっと暗い色もまだ乾かないうちに置いていきます。でですね、ちょっとずつ水が吸い込んでいってるので、にじみが弱くなっていきますね。分かりますかね、にじみが少し弱くなってくる。そうするとちょっと細かいディティールみたいなのも描きやすくなっていきますので、まあディティールまでいかずとも、少しこういうふうに真ん中にある石岩とかも描いたりとか、奥に逃げていく場所を描いてあげたりとかですね、ちょっと枝を描いておこうかなぐらいのことまではしておきました。そして完全に乾かしますよ。そして完全に乾かしました。またマスキングが出ました。ダブルマスキングです、得意の。この方法はですね、何年か前にですね、水を描くという、美術の窓さんの本に、その時は屋久島を描いたんですが、もうほとんど同じ技法です。だからぜひですね、そちらも購入して、かっこ印税は私に入らないので、全然お金は入りませんが、合わせて見てもらえるとより分かりやすいんじゃないかなと思います。かっこ閉じるですね。本当は作画協力だけで、それで、まあ、原稿料もらってるんですけどね、ああいうのってね、結構いいの描けたなと思ってるんですけど、もうその作品もなくなってしまいましたが、それと同じぐらいのクオリティと同じような技法、2回目のマスキング液です。要は明るめにこう塗っておいて、このマスキング相当これ時間かけてやりました。緑の中の明るいとこ、白ほど光っていないけども明るいところというのをマスキング液を塗っておきました。ダブルマスキングね、マスキングな怖いとか難しいとか言う方おられると思うんですがね、ぜひやってみられてください。楽しいですよ。もうグググググッと表現の幅も広がりますし、そしてドライヤーで完全に乾かします。まあ可能なら時間のあられる方は本当に自然乾燥がいいと思いますよ。1時間半2時間ぐらい置けば大体乾くかなと思いますのでですね、私みたいに日本せっかちランキング、せっかち協会の、副会長ですね、会長誰なんやって話ですけども、ジョークですジョークね。で、ちょっとずつまた中継ぐらいを完全に乾いた後に塗っていくんですが、やっぱ下にマスキング液があるのでうまいこと弾いてくれるような感じですね。今これはですね、プルシャンブルーみたいな色ですね。ちょっと絵の具が今近くに見当たらないので探しますが、ウルトラマリンよりももう少しなんかプルシャンっぽい感じがしますので、おそらくそういった色だと思います。あ、プルシャンブルーですね。あとはまあテールベルトとかを置いていってます。今回とにかくパーマネントグリーンをめっちゃ使いましたね。で、新緑の場合はやっぱレモンイエロー、パーマネントグリーン、この辺りはめっちゃ使いました。
でそれが下地になってマスキング液で、塗ってありますので、後で剥がしたら出てくるという、ことですね。だから構造を少し、絵の具の構造を考えるということを皆さんされてみてはいかがでしょうか。2層目でございます。2層目が塗られていっております。中景あたりですね、この辺描いていってます。前景か、ぐわっと濃くしてますよね。大胆でしょう。こんな皆さん勇気いるでしょう。で筆の動きなんていうのは、まあこうやって皆さんに分かりやすく、私の動画というのは基本的にまあ早送りをなく、進めていこうと思います。あとは寝落ちラジオとして使ってもらえるとすごくありがたいでございます。まあ 目にも優しくですね、耳声は汚いとよく言われるので、それは申し訳ございませんが、ちょっとずつこうやって書いていってます。まあライブペイントなどで、ぜひまた見てもらえると、途中の段階というかですね、絵の具を混ぜてる瞬間とかも、この辺はカットしてますけどもね、見れますので、ぜひご覧いただければと思います。これ1年ほど前に同じように、おいらせを書いた動画を上げ、あれは違う、屋久島やったかな、どっちだったかな。まあとにかく1年前ですよ。まあ1年でこれだけ成長したのかしないのか分かりませんが、同じパーフェクトビデオという610円のアプリケーションを使ってですね、やっているんですが、だから文字とかがですね、もう限界があるので、パソコンとかで僕は編集をしませんと決めているというか、決めているわけではない、決めているんですね、突っ立ってできないんですもんっていう話ですね。ちょっとずつこれ中景とか置いていきました。かなり点を打ってあるので、葉っぱとかのところは後で取れば黄色っぽいのとか緑っぽいの、そして一番初めの白に近いのが出てきてくれということを祈っております。私も祈るんですよ。頼むぞ、出てこい出てこいとね、祈ってください。皆さんも絵を描くときにこれよくあるんですけども、ま、もう念じて描くってこと大事ですよ。おい根性論かえって言われそうですけども、根性論というかですね、本当にグッとかバッとかですね、本当に、どこかの終身名誉監督みたいな気持ちで、グッバッファ、なんか書道とかもそうじゃないですか、グッ止め跳ねみたいな。で、あの水彩とかも実はそういうのがあっていいと思うんですね。で横の線が中心の水面に対して奥の新緑が映っている、ね、もうだいぶ綺麗な感じに見えてきました、私にはですね。濃いのもドンと置くことによってマスキング液の効果というのが出てきますので、あんまり薄い薄いしててもあんまり出てきません。ダブルマスキングの効果ですね。で水平運動、水平運動に近い形で奥に奥に水が流れていっているという情景、手前に流れてきているのかという情景ですね。でこの中景あたりとかも書いていきます。まあこうやって見ると画面全体で進んでいっているの分かりますよね。画面全部で進んでいく。お、全然面白い話が出てこないぞ今日は。あと何分、12、3分、何もありませんので、今日はしないで解説のみで。横線、そしてパレット、こうやってこのね3時間描いたんですけど、4回洗いました、確か4回。なんか結構こう色が汚くて完全に乾かします。2回目ですね。4回洗ってます。おー出ました、3回目のマスキング液、まさかまさかですよね。まあ3回目は正直そんなに効果はないのですが、まあやっておいてもっと複雑にしてやろうという気持ちです。トリプルマスキングというですね、新しい技法というか勝手に私が言うてるんですが、うるさいのが来ました、1回止めます。で3回目のマスキング液をしていってます。でまあこういうのを塗っておいて色を塗ると本当偶然的に本当にできる波の形というのができますので、初心者の方に意外とこれなんていうか使い勝手がいいというか、やられてみるとだいぶ違うんですけどね。なかなか皆さん初心者の方って、怖いとか難しそうっていう感じに見えるんですけど、案外簡単ですよ。このホルベインさんのも詰まったりしたら、なんか先っぽ細いのでグググッと押し込んで、やったりするとまた先っぽがまた出やすくなりますので、720円って書いてましたかね、こういうのを使われてみてはいかがでしょうか。
飛躍的に伸びる瞬間っていうのは案外こう思い切ったことをやった時なんですよ。そうするとこうもう少しこうした方がいいかな、ああした方がいいかなって考えるんですね。でその考えることによってじゃあ次どうしようこうしようって考えるわけですよね。でその時って案外こう脳みそが活性化しますので、成長することがよくありますので、今までされていないとかっていう方もぜひですねこういうことをされてみてはいかがでしょうか。でドライヤーでまた乾かしていきました。白いのが透明になっていってですね、マスキングされた状態になっていきます。ドライヤーで乾かしていっておりますね。で真ん中あたりに光が差し込んでいるような感じに今の段階でももう十分に見えていると思うんで、そういう状態をやっぱ保ちながらですね、ドライヤーは私いつも使うんですけども、やっぱりドライヤーがいつも すぐ使えるように水彩など描かれる方は常備しておくことをお勧めしますよ。今安いですねドライヤー。私も母の日にドライヤーを買ってあげようと思って、高いドライヤー探したんですが、高いドライヤーがないというね意外と5、6000ぐらいが高いんですね。あと死ぬまで使ってもらおう思って高いの買ったろう思ったんですけどね。そんな感じでございます。でちょっと白も僕は混ぜたりもしますよ。グググググと。だから安いのやと1000円ぐらいでありますのでですね、私みたいにせっかちな人は常にドライヤーを置いておくことをお勧めします。でこう中間のこの辺も塗っていってもマスキング液で塗れないところもあるんで、そういうことによって非常に複雑になっていくわけでございますね。で全体の画面を見ながらですね、でここのところの丘というかですね、というところも描いていきます。で中継あたりの岩から出てくる岩ですね、岩があったりとか木々であったりとかですね、そしてちょっと不透明の白の入ったようなテールベルトに白が入ったような色とかで、反射光というかですね、波の中の反射光、こういうのもそうなんですけどね、波の中の反射光であるとか空が映り込んであるであるとか、ちょっとその情景これなんかちょっとグレートーンを紫みたいなのに白を混ぜてちょっとグレートーンみたいなのを作って塗ったりしてより複雑にしていってます。緑と青ばっかりじゃなくてですね、少しこう紫なんていうのはなかなかですね、差し色にいいですよ。今も白っぽいのを入れました。でググッと強くしてあげるとそこのところってより光って見えたりもしますしね、白がより強くコントラストが強くなることによってそこに目が行くようにもなったりします。まあこれはどこを見せるということでもない絵なんですけどもね、でもやっぱり水の流れ、光のとこみたいなのがやっぱり大事になってこようかと思います。ということでこう全体的に描きながらも3層目ぐらいの絵の具がだいぶ濡れてきたという感じでございましょうか。ぼちぼちマスキング液を剥がせよ剥がせよという声が聞こえてきそうですが、まだ剥がしませんみたいな感じですね。でちょっとこの辺は慎重に、この辺かな、この色かなっていう横を、うるさい恐竜がおりますね、すみません、もう今日も恐竜が出てきました、自分が YouTube の仕事をしているとでも思ってやがるんでしょうね、あいつはね。本当にいつも僕が喋ってたら2階で喋ってるんですが1階で聞きつけて登ってきやがりますね、本当にね。ぐーっと中継も書いてまた行きました。ディティールですね。ディティールというのは細部という意味です。細かい部分のことを言います。で、こう真ん中に木みたいなのがポコッと浮いてたんで、そういうのも書いておきました。でちょっとずつ細かい仕事も3本ぐらいの筆で書いてます。僕平筆が多いですね。なんか最近ね、初めの頃はそうでもなかったんですが、1年ぐらい経つと今度はデザインの平筆みたいなのが多くなってまいりました。ナイロンのですね、横にすると細い線に近いのも書けるし、面も濡れるし、何よりも丈夫ですよね。丈夫っていうのがあって、アクリルとかを使う時でもやっぱ平筆っていうのですごく丈夫なのでナイロンの平筆、デザイン用のようなやつですね。ああいうのをよく使うようになってきましたね、最近はね。本当に僕は昔よく技法書とか書いていたんで、私のことを初めて知ったっていうのは、意外と技法書っていう人もいたりするかもしれませんよね。悠々出版さんとか、グラフィックさんとかで、多分もう20年前からぐらいやってると思います。23、4、5歳ぐらいからやっていますので。その頃に書いた技法のことをたまに聞かれるんですが、
全くその本のこと覚えてないですから、それは無理ですよ。そして変わっていきます。昔の本とかに書いてあった油絵の技法、今全然違うやり方してます。本当です。だからこの技法に関しては美術の窓さんの3年ぐらい前に載せたやつとほぼ同じやと思います。そんなに変わらないと、色とかはちょっと違うと思うんですけどね。ちょっとずつこうね、このやっぱ紫のグレーみたいなのが案外いいこう色になって、うまいことこれは自分でもいい色を受けたなっていう感じがしてますね。画面全面を見ながら、例えば一箇所に色をポンと置くだけじゃなくて、全体に置いていくということ、全体に少しずつ置いていくということも大事になってくるのかなと思いますよ。でこうこの辺はちょっと白っぽいのと黄色とですね、パーマネントグリーン、パーマネントグリーンナンバーワンですね。パーマネントっていうのは恒久的なって意味なんですよ。恒久的なとか。そしてようやく出ました、マスキング液を剥がします。私はいつもこれです。ラバー式の軍手でございますね。僕は怪しい名前の絵の具が嫌いだとよく言ってますが、嫌いというわけじゃないんですが、作れると思っている人なんですよね。でもこのパーマネントグリーンに関しては、まあ、パーマネントグリーンっていう恒久的なとか、パーマネントってね永遠のとかって意味なんですけど、まあ、若干怪しい名前じゃないですか。で何かと何かを混ぜ合わせてるんですが、もう大量に使うときはこうやって混ぜ合わせた絵の具っていうのはやっぱり便利ですね。なんだかんだって言ってもですね、コンポーズブルーっていうのもコンポーズだから構成した、青を構成したっていう意味ですもんね。悪口言ってるわけじゃないですよ。もうそれ作っといてもらえるのも非常に助かります。そして線をちょっと枝とかを描きながら、マスキング液が剥がれた状態で最後のディティールを描き込んでいっております。非常に気に入った作品ができました。もう僕の場合は絵の具の勢いもあっての、水の面白さもあって、そしてディティールまで描き込んでのみたいなのが、僕は透明水彩は僕なりには好きなんですね。3時間ぐらいかかりました、珍しく長い方です、これでも、ね、でまあこれ以上はやってもあんま変わらんやろうなと思ったのと、仕事があったので仕事に行って終わりという感じです。よくいつどの辺で終わるんですかって言われますが、まあなんかきりいいとこで終わってしまいます。透明水彩とかはですね、勢いも絵の具の勢い、偶然性もちゃんと画面の中に残っている状態で、終わらそうかなと思いました。これはなんか油絵にも起こそうかなと思いながらのプランニングのための水彩でもあります。作品としての水彩でもあるんですが、こういった感じで最後ディテールを描いていきながらその時の季節のこと、5月頃でしたか、を思い出しながら描いていきます。どのぐらいの湿度やったかなとかですね、水の流れどんなやったかなとかですね、どんな空やったかなとかですね、そういうことが全部こう絵の中に反映されてくるわけですよね。青空が映り込んでるからすごく綺麗な コンポーズブルーみたいな色がちょんちょんちょんと見えてくるであるとかですね、緑色がこう透けて向こうから光って見えてくる新緑の季節でございますとかっていうのが絵の中に反映されてくると、非常にいい作品に変わってくるんではないかなというふうに思います。この筆よう使いますよ。280円の筆なんですけどね、よう使いますね。これどこで売ってんのとか聞かれても困ります。いつも言ってます。学生たちと一緒に大掃除していて床に落ちていました。誰のやーって聞いてもですね、誰も手挙げなかったんで、おっさんもらうぞーって言ってですね、いただきました。それをまさかこんなに何度も何度も使うことになろうとは思いませんでした。ちょっと見てみると、読めないせい、解大って書いてますね。静運動さんの解大ってやつですね、心地よい大きいって書いてます。多分ですね、解消すぎて読めませんが、難しい字ですね。ちょっとずつこうディティールもまた進んでいきます。本当にもうコツコツがカツコツのタイプの絵ですね。大胆に潔い絵もあっていいんですが、この絵はコツコツがカツコツ by 森脇健二さんがおっしゃっていました。そして白を混ぜた色でちょっとこういうディティールとかを少しこうマスキング液を剥がした明るさだけではなくて、描いていこうと思いました。ちま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 ちょっと最後はですね、ちょっとこのぐらいの、スピードでこのぐらい細かいことをしているんだよと、老眼で見えないなという方はぜひ葉月ルーペ的なものをお付けください。
ちま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 書いていって、こんな感じですよ。というわけで、私個人的には非常にいい作品ができたかなと思います。皆さんもぜひですね、水を描くとき、新緑を描くとき、またマスキング液を使うときなど、この動画を参考に何度も何度も見てもらえると助かります。そしてコメント、いいねボタンいただけるとありがたいです。ライブ配信などもしょっちゅうやってますので、ライブ配信の情報などは、ぜひチャンネル登録していただけると流れてくるかと思いますので、ぜひお見逃しなくよろしくお願いいたします。最後ディティールでございます。では以上です。ご視聴ありがとうございました。いかがだったですか。最後の方にちょっとダイジェスト版をこの後ちょっと出しておこうと思いますので、よかったら見てみてください。マスキング液とかなかなかですね、チャレンジしにくいとかやりにくいという人もぜひ一度やってみられたら楽しいですよ。やったことないことにチャレンジするということは、新しい人生を開くこともできますので、ぜひ頑張ってやってみてください。では、あ、じゃなくて、最後、それではさようなら。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってるよ。